横浜スカーフは横浜市の地場産業として生産されてきたスカーフ類である。最盛期の1976年には日本国内生産量の90%、世界生産量の50%を横浜スカーフが占めた。1859年に横浜港が開港して間もなく江戸、麹町の五福商加田八兵衛が横浜で外国人相手の絹織物商を開業した。 これが横浜における絹織物産業の始まりである。当時の横浜は上位思想を持つ老人が外国人と取引する商人に危害を加えると脅かす危険な状態であった。加田商店も一時営業を取りやめ、1864年に縁故の C の商米に事業を譲った。1873年、オーストリア政府はウィーン万国博覧会開催に際し、 日本政府に出品を勧誘した。日本政府は旅費を支給して出品者を渡航させることとなり、絹織物業者からは C の商弁が選ばれた。この時の見聞により、生殖が改善され、羽豚エテ拭いや寝巻きが輸出されるようになったと伝えられるが、1880年のメルボルン万国博覧会が始まりであるとする説、1875年に、 アメリカの商社の注文により輸出を始めたとする説もある。1887年頃には染色業者により染色され、主に中村川周辺のハンカチ女と呼ばれた主婦の内職により縁縫いが行われるようになった。200労働者の日当が天保戦2 0から30戦だった時代に、彼女たちは1日に15から20戦の稼ぎを上げ、休日にはハンカチを首に、 牧伊勢崎町の賑やか財芝居見物に繰り出した。この芝居小屋はハンカチ芝居と呼ばれたりもした。1936年当時の横浜市内の内職従事者4,411人のうち1,338人がハンカチの加工に従事していた。1887年頃から輸出業者が増え、輸出先もイギリスを中心としたヨーロッパにまで拡大した。 1889年には、横浜輸出技主資金組合が設立された。1890年には、フランス人商人のメニールが、本国から呼び寄せた技術者に、歯蓋への布地に、木版ナッセンしたハンカチを作らせた。これはフランスで好評を博し、これ以降木版ナッセンを行う業者が増加した。メニールは1892年に、山下町に染色工場を開設。 フランスから染色機械を取り寄せ、日本で初めてモスリンの染色仕上げを行った。1891年に創業した秋山ナッセン工場は型紙を使い分けですり込むサラサナッセンに成功した。これは後のスクリーンナッセンの基礎となるものである。ミシンが導入されたのも明治中期頃からで、1894年頃からは輸出が急増していった。 横浜で絹のハンカチが地場産業として成り立った要因として外国商館が山下町に集まり継続した発注があったこと。横浜はキートの集積地であり、輸出機の物を売り込み商が外国商館近くに事務所を構えたこと、遠加刈りなどの内職従事者や納船に使われる木版の技術者の人材が揃っていたこと、納船や染色に不可欠な推薦用の推理が、 大川や片平川で得られたことによるものと考えられる。1899年の清水港開港以前は茶葉も横浜港の主要輸出品であった。輸出用茶葉を入れる木箱には木半ずりのラベルが貼ってあり、このラベルを吸った職人がハンカチも吸ったと考えられている。1923年9月1日に発生した関東大震災の被害は甚大で、 横浜輸出兼業復興会の調査によると、商社や加工業など兼業者全体の被害は631社、推定被害総額は約5080万円に上り、残った染色工場はわずか3カ所であった。兼業者の多くは神戸市に移り、外国商館も神戸市や大阪市に避難したり、本国に引き上げるところが相次いだ。 特に最盛期に60社あったインド商館はきぬ、織物輸出額の3割を占め、アメリカやヨーロッパの他ビルマやラングーン、上海にも販路を持っていた。横浜市はインド商館を再び受け入れるために尽力し、1924年には16社が横浜に戻った。1924年末には工場数、職工数も震災前を上回るほどの復興を遂げた。 1929年から1930年頃には、スクリーンナッセンの技術が導入された。1934年、歩きの織物加工店の従業員が、外国雑誌でスカーフを知り、ハンカチの絵柄を拡大した見本を、イギリス商館に売り込んだところ数週間後に、大量の注文が来た。これが、スカーフが輸出された始まりである。1937年のシナ事変の前後には、 世界最大の木の織物輸出国であった中国の生産量が激減し、欧米の商人は大体の生産地を日本に求めた。この頃からは横浜市南区の大岡川沿いやほどが役の片平川沿いには夏船工場が多く建てられ、川の水が染料で赤や青に染まった。しかし1943年の企業整備令により108カ所あった。 染色工場のうち92工場が整理の対象となった。残った工場も軍用医療の染色工場となり、その多くが1945年5月の横浜大空襲で消失した。1947年の貿易再開当初は、戦時中の販路喪失により土産物程度にとどまっていたが、やがて輸出は増加し、川沿いの那戦工場も再興していった。 加藤競争による質の低下や最大の輸出先であるアメリカの関税引上げなどの問題も生じた。1952年には日本輸出スカーフ製造共同組合が組織され対応に当たった。内需に関しては昭和20年代後半の意図へ、景気に加え、1952年から1954年にかけて NHK ラジオで放送された。 ラジオドラマに続き1953年映画化された君の名はで町子牧が大流行しロングスカーフの売れ行きが大きな伸びを示したことが特筆される1954年にアメリカで成立した可燃性織物法は横浜スカーフの約70%が適用を受け輸出不可となったこの法律は一定条件下で 縦6インチ横にインチの布片が3.5秒以内に燃え尽きると不合格となるものである。成立の背景には日本製スカーフが大量に輸入されアメリカ国内のスカーフ産業がダメージを受けていたことがあった。これにより横浜の那須専業のみならず群馬県や福井県などの繊維産業も打撃を受けた。繊維、染色業界は国や県の工業試験場の指導を受け、 何年加工の研究を重ねた。1955年頃には、ディオールやイブサンローランなどのブランドが、横浜スカーフの品質に着目し、委託生産を行うようになった。この頃から、化学繊維が登場。これに対応した、ナッセン技術が開発されて、手頃な価格の製品が輸出されるようになった。1961年には、労働力不足の対策として、 自動スクリーンナス戦機の導入が始まった。フランスから輸入されたアルサス式自動走行ナス戦機と日本で開発された一ノ瀬式があり、アルサス式は300万円と比較的安価であるが生産性は劣っていた。一ノ瀬式は2000万円と高価であるが全自動で生産性は高かった。可燃性を売り物法などのアメリカの間接的な輸入規制に対処するため、 アフリカや中近東へも販路を広げ、1965年頃からは東側諸国への輸出も始まり、横浜スカーフは世界中に輸出されるに至った。1971年のニクソンショック、1973年のオイルショックによる輸出需要の変動があったが、 1950年に975万ドルであった、輸出実績は1964年に5000万ドルを超え、1976年には1億3170万ドルとピークを迎えた。日本国内向けも、1976年が推定出荷金額221億円、出荷枚数2790万枚とピークであった。1976年の秋頃からは、 不況による買い控えやファッションの流行がカジュアルなものに移ったことで内需が大幅に減少した。那須線業界では、傘用の路地やエプロン、恋のぼりなどに活路を求めた。1980年代後期から1990年代初頭にかけてのバブル景気の頃には、日本国外のファッションブランドのライセンス生産が主力となったが、 その後の不況などにより1993年にディオールとの契約が終了。2015年にはバーバリーと山陽商会との契約終了により日本国外のブランドの横浜スカーフは姿を消した。シルク博物館のミュージアムショップで販売されているスカーフ類なす選会社の数は昭和末期の約130社から2014年には15から6社にまで減少。 出荷量も1976年のピーク時のおよそ10分の1程度と推測される。減損する企業はスカーフの製造員以外を主力業務としており、原則として受注がない限りスカーフの製造は行っていない。横浜スカーフは中区山下町のシルクセンター内のシルク博物館、ミュージアムショップのほかランドマークプラザや横浜赤レンガ倉庫などの小売店で販売されている。 金沢区の横浜市工業技術支援センターには約4万点のスカーフのデザインのアーカイブがあり、港未来線の電車の座席や土産菓子のパッケージにも取り入れられている。C の昭米商店は1945年に2代目により店を閉じたが、4代目に当たる C の周僧は2002年に横浜スカーフを扱う店舗を再行した。横浜スカーフの受注から出荷に至るまでは、 複雑な分業体制をとっている。以下では、輸出向けナッセンスカーフを例にとる。日本国外からの発注が、輸出商社にもたらされると、それを製造業者に発注する。製造業者は図案をデザイナーに依頼。発注者の納得が得られたなら、輸出商社は、原料となる単物を仕入れ、製造業者に送付する。製造業者は図案に沿った型の製造を、製版業者に依頼する。 そこで作られた型は原版と共にナッセン工場に送られ、ナッセン、虫の工程の後推薦業者の手により推薦、乾燥が行われ、さらに整理業者により幅出し、艶出しの工程が行われ、ナッセン工場を経由して製造業者に納入される。染色が済んだ、反製品は縫製加工業者から家庭内食に出され、円管加工される。 再び、縫製加工業者に集められた製品は、アイロン掛け折りたたみなどの仕上げが行われ完成品となる。このように、製造業者は分業のまとめ役として、問屋のような機能を果たしている。ほとんどの場合は、整理業者は、無受洗職業者が、その設備を利用して兼営している。商社が製造業者を兼営している例も多く見られる。推薦工程は、 なっと色止めのための虫を行った後余分な、染料と糊を洗い流すものである。横浜では主に、水量の豊富な片平川では人権などの厚手のもの、比較的水量の少ない大岡川では秋布などの薄物の水洗が行われた。第二次世界大戦後は、スクリーンなっ法が、盛んになり、なっと水洗の分業化が進んだ。1954年には、 片平川に近い朝日く鶴ヶ峰に共同推薦施設が建設され近代化が進んだ。この施設は当初大岡川沿いの港南区上大岡に計画されていたが、大岡川は夏には水が枯れてしまうため鶴ヶ峰に変更されたものである。両河川の水量の減少や生活排水の流入により推薦業者は厚木市、相模原市や平塚市に移転したが、 河川からは締め出されていった金沢工業団地でも脱線業者が誘致されたが、水道料金の高額な横浜を離れ安価な地下水が利用できる山形県、秋田県、福島県に移転した業者も多くある。繊維、染色業界では24インチ24インチ未満の正方形のものをハンカチーフ、10インチ24インチ以上のものをスカーフと称している。 ありがとうございます。